です、炙り餅、私今でもすぐ食べたい。うまいよ。美味しいよね。もうね、時の流れは早いもので2回目の出演です、ホエバホークイヌージン66分になった、はい、数え年注意してくださいよ。もうでも66歳前やったらね、数えて67ですから大丈夫です。目は見えにくい、かく踏みにくくなりました、腰は痛い、座ってます、朝早く目が覚める、4時頃に起きます、まだ朝刊来てません、老いを感じています。これが本当の老いるショック。うまいよ。親父ギャグや、老いるショック、昭和48年ぐらいでしたかね、え生まれてましたけど私は、はい、でも並んでこう出ません、でも負けへんで、今日は全力で歌いますということで、じゃあ炙り餅の皆さんよろしくお願いします。はい、ただいま紹介に上がりました、油揚げです。あれ違う、この間ね、僕の顔見てね、油虫さんって呼ばはるんですよ。油虫ちゃいます、あ、炙り餅ですせってバンド名言うたんですけど、顔が黒い酒、油虫って思いました。こんなんですわ、ひどいでしたろ。こんなことで負けませんよ。あのね、失恋の歌、失恋ゼロ、失恋したことないです、絶対に。じゃあ山本幸太郎の潔みやりたいと思います。けんちゃんどうぞ。ワン、ツー、スリー、フォI'm not afraid to die.
上京区のね、沢田健二、ジュリー、倉橋健ちゃん、はい、ジュリー、あの健ちゃんね、あの感覚が3人でも彼女しないそうです。そこが沢田健二のチャートですね。私は絶対キャンセルといたしませんので、はい、今日は本当にたくさんありがとうございます。おいでいただきます。それでは健ちゃん中心になります。どうしてこんなに悲しいんだろう、どうですかね。届きますよ。パーッと届いた後ね、もう
辻大根のね、準備 OK ですか。またラララとか出たらね、一緒に出たいから、ぜひと思います。皆さんすみません。この曲は別名ムーンライトブルースと言います、ブルースというのから寂しいんですけども、今日3人になってしまいましたけど、去年の11月まではバンドリーダーが横でお前早いな遅いなとか言うてリードやってくれたんです。そいつもいいようになってしまって、今日は3人でやってます。まあこれ失恋の歌なんですけども、そいつを偲ぶような歌詞が出てきますんで、ちょっとそれぞれのことを思い出しながら歌ってみたいと思います。まあアコギでやってますから迫力ないですけども、よろしくお願いします。あなたと本気と会いたい。
はい、メンバー紹介、けんちゃんです。はい、今、コーダーちゃん変わったりね、ハモリかけたりね、満たしたりね、ホラーちょっとかかります。はい、辻さんにちっちゃんでちよろしくお誕生日、今日誕生日、そうなんですけどね、実はね、陳さんね、イタリア人なんですけどあっちよ、ちゃう、今日ね、本当実はね、誕生日なんですよ。ほんま、いくつになった？ 26.5。 誰が聞こえたいくつやって聞いてんの？ 86.5。 誰が聞こえたい？最初だけ、最初巻いてるよ。行きましょうか。行こう行こう。16歳。はい、抱きしめて行きますね。切られるまで行きます。よろしくお願いします。Thank you.
様のお幸せを祈りまして、あぶり星をお話しいただきます。ありがとうございました。出演者で終了でない、あぶり星さん最初です。私も続けて見させていただきました。いえいえ、本番ね、5曲用意してくれたかったんです、はい、あのペースで行ったら絶対無理やなと思ってたんですけれどもね。かかることね、じゃあ、あぶり星さん、こっちの方来れたら、ちょっとインタビューに答えていただきたいと思います。こちらへよろしくお願いします。どうぞどうぞ。あ、けんちゃんだわ。ジュリーだわ。ジュリー、お疲れ様でした。ギターかっこよかったわ。ちょっと前の方に、はい、どうぞ。前の方に。あ、ね、どう。けんちゃんが来ていただきますか。あ、けんちゃん、プレゼントよ。わー、すごい。どうだったかしら。やっぱりジュリーのハート。エビせんべいな。みんなで分けるのよ。持って帰るんかい。そうか。はい、じゃあ続いて、腰痛なんかなのでずっと座ったらどうなんですか。大丈夫ですか。大丈夫です。どうもどうもすみません。身が悪いもんでちょっと控えたことができました。一緒です。私もドキンが、あ、またプレゼント。まあ、あ、次何ですか。人のもらうのをもう一回気にしてもらいたい。愛人です。愛人。あら、まあ、本当は妻なの。ちゃん。そうですか。じゃあ、ミトちゃん、愛人と堂々と名乗るリーダーに。よしあきちゃん。よしあきちゃんです。はい。よしあきちゃん。はい。顔は黒いけど、心は白いという僕なんですけど、あ、腹巻くので、二人がね、足引っ張ります。え、でもみんな、66歳ですから、それなりに頑張ってやっていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。あぶり餅でございます。はい。どうもありがとうございました。あぶり餅のネーミングの由来は何ですか。石上さんが岩宮神社に来た岩宮神社に買っているお酒だと、それを小学校の時から食べてたんで、あぶり餅でしょ。そうですか。もうほんまにあれ美味しいもんね。こうね、あれ何本でもいけるもんね。ビビビって食べられる。はい、あぶり餅さん、他に言うことありますか。そろそろさっき歌も終了だったし、最後なんか宣伝とかあったら、はい、もうしんどいし出たいと思います。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。あぶり餅さん、皆さんでした。